まずは便座の裏行きましょうか。洗ってきました先ほどのペーパーにまた自作洗剤を吹きかけてですね、拭いていきます。トイレ室内の匂いが少し気になってきましたので、今回はトイレの匂いを消し去る目的でトイレ掃除をしていこうかなと思っております。掃除に入る前におしっこ臭を消し去る洗剤を今回は自作しますので、その作り方をご紹介します。まずはこちらクエン酸です。そしてチャーミーマジカ速乾プラスカラット除菌です。この2つを水で混ぜて作っていくんですけれども、クエン酸を 5g 入れます。そして空スプレーボトルを用意し、そこに先ほどのクエン酸を入れます。お水をですね、はい、193入りました。なので現段階でお水が193、そしてクエン酸が 5g ですから198g ですよね。次に、はい、食器用洗剤を 2g 入れますので、溶けるまでしっかり振ります。溶けたらおしっこ臭を消し去る洗剤の完成です。まずは便座の裏行きましょうか。洗ってきました先ほどのペーパーにまた自作洗剤を吹きかけてですね、拭いていきます。今回もやりますけれども、我が家の TOTO のトイレですと、ここの部分2つですね、クッションのところ、4箇所クッションのところがありますけれども、この手前といいますか先の方、ここは外すことができるんですよ。外してみますね。こうヘラを使ってですね、こういう感じで簡単に取ることができるので、この取るときにですね、便器に落とさないように滑って注意しながら取ってください。そしてしっかりパーツをですね拭いていって、この中もしっかり拭いていくと、はい、で戻して、次はここですね、ここもまだ拭いてなかったんで拭いていって、ここの隙間の奥もですね、おしっこが溜まっていて匂いの原因になったりしますんで、横にレバーがありますから、これを引っ張って下に下げると隙間ができます。そして手を少し入れて上げます。あと残るは中ですね。シュッシュッシュッと吹きかけて、ノズルが出てくる蓋のところですね、ここにも吹きかけて、あ、ちなみにこのノズル周りとかウォシュレットにですね、クエン酸入れてますから酸性洗剤の扱いになりますけれども、酸のものを吹きかけて掃除をするのってメーカー側は良しとしてないんですよ。なので今回は自己責任の扱いで掃除をしていきます。あとは直接ですね、トイレブラシを使わずに手で拭いていきます。はい、中も洗ってきます。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。